関東学院大学は、神奈川県横浜市金沢区六浦に本部を置く、日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、区遇、関東学大、関学院大、関東。関東学院大学は、神奈川県にあるキリスト教主義学校、プロテスタントのミッション系大学である。 横浜市金沢区の六浦とカマリア町、小田原市に3カ所のキャンパスを設置している。BEAMAN&SURBE t h 関東学院大学の校訓は BEAMAN&SURBE t h である。中学関東学院所大学院長、坂田優が提唱し、キリスト教に基づく見学の精神に由来する。これは坂田が第一回入学式で述べた言葉で、その後、 その土台はイエス・キリストなりと書き添えた。第一回卒業式では立派な人格を備えた人になれ、五人の徳は法師によって磨かれるのであると説明している。関東学院には戦前、戦中の弾圧と戦後の学生運動による混乱があった。戦前、坂田有関東学院は東京学院と横浜バプテスト神学校を 源流として1927年に誕生した。太平洋戦争前の旧正関東学院に入学した者は本気で、キリスト教を学びに来た者がほとんどであり、進学部に至っては当然、牧師や進学研究者になるための学部であった。1933年に学生たちによる国際親善は U を開催したとき、 多数の在留外国人社会事業部生、進学部生が検挙された。新聞には大きく、関東学院進学部全滅と大きく、見出しが載った。国際親善は、言うとは、キリスト教平は運動であるが、特別高等警察はこれを徹底的に弾圧した。進学部生に至っては、安倍雄志郎という一人を除いてすべて検挙されたという。 坂田優はそれでも入学式、卒業式や学徒出陣の時にインマヌエルと述べたという。このように関東学院発足時にはすでに昭和の時代に入っていたが戦争終結までは信仰心を持ちながら弾圧に負けぬ持ち主の集団であった。なお、インマヌエルは戦前、戦時中に 関東学院に在学した学生の合言葉にもなった。1943年10月12日に閣議決定された教育に関する戦時非常措置法策を受けて関東学院、青山学院は明治学院に統廃合された上に新たに関東学院航空工業専門学校設立となった。1944年にはビクターが 関東学院内に疎開した。関東学院生は、日本ビクター社員と共に、防空通信機材を作ることとなった。空襲が、関東学院を襲い、終戦を迎えた。終戦直後、オイルショック機終戦を迎え、キリスト教への弾圧も、なくなり平和なキャンパスの日々が来たのもつかの間、関東学院は、大学当局と在学生による闘争に明け暮れた。 すでに旧制専門学校時代である1948年から学園紛争が過激化した。礼拝は毎日1限目と2限目の間の休憩時間に行われたが、1968年に学園紛争で消えることとなる。このような圧力の中で関東学院は1959年に進学部を再建した。 赤軍派の旗揚げ校にもなった関東学院大は1968年に生運量が3頭消失したことをきっかけに主に過激派学生が大学解体を訴えた。それでも厳しい校則は健在で、例えば寺内氏などはタバコを1本吸っただけで定額となっている。1969年には戦うキリスト社学生同盟によって進学官が バリケード封鎖された。授業どころではなくなり、関東学院大の心臓部である、進学部は1973年に消失した。最後は、観覧料が学生運動によって除籍されたはずの若者の創屈になっていることから、1976年,年に観覧料を取り壊す旨を伝えたが、過激派はさらに抵抗した。 このため収束にはさらに一年後となった。このように戦後の関東学院の興風はオイルショック期まで学生運動派と政治に無関心な学生との分断が特徴となった。また、関東学院実習工場は二部生のために作られたものであり、昼間働くことによって実質無料で大学を出ることができるシステムであったが、過激派学生は 大学が金儲けするとは、けしからんと言って、実習工場を攻撃した。このため、関東学院実習工場は、栗浜に移転した。こうして二部生と一部生との対立まで生み出し、学園内はさらに分断された。学生運動によって失ったものは、進学部だけでなく、生活共同組合も失った。これにより、校風から一時実が失われた。また、 学園紛争をきっかけに大学側についていた体育会を優遇していくこととなり、これは関東学院大が体育競合校となるきっかけにもなった。最終的には関東学院側が1970年代後半において神奈川県警察機動隊を利用して学園紛争は終結した。安定成長期バブル期1980年代に入って、 高度経済成長も終わり世界、第2位の経済大国となった日本。1億総中流と国民の生活も豊かさを増す。中で、詰め込み教育や、受験時刻等と揶揄され大学進学率も26%を突破。大学数も、国立大学93、公立大学35、私立大学319と446もの大学の中で、 中堅大学としての位置づけとなった。各大学が規模の拡大などから郊外型キャンパスを設置するのと同様に関東学院大もスポーツ施設を備えた新たなキャンパスを1986年にカマリアに文学部を移転した。しかし、この頃になるともうバブル景気期であり、学生は個人主義で大量消費社会を謳歌する時代であり、 学生運動などの社会問題に興味を示すものなど、ほぼ皆無に等しい。その後、第2次、ベビーブルーマーが、大学受験世代となった1980年代後半から1990年代前半に、おいて、多くの大学が、学部増設や、新設大学が増加。関東学院大も、規模拡大するにあたり、小田原市の誘致でしが、 造成費用と土地費用を無償提供する公私協力方式によって、1991年に法学部が小田原に誕生し、事実上の総合大学となった。なお、就職は空前のバブル景気によって校長であった。関東学院は、1884年にアメリカ北部バプテスト同盟の宣教師であった。 アルバート・アーノルド・ベネットにより、横浜・ヤマテに設立された、横浜バプテスト神学校、1895年に、築地居留地に設立された東京中学院、1919年に、横浜・三春大に開校した、私立中学関東学院を3つの源流としている。1927年に統合され、関東学院中学部及び高等学部となり、高等学部は、 旧制専門学校を経て、戦後の学生改革により、関東学院大学となった。旧制学生から新制学生への公明編遷交渉は、オリーブの産業をモチーフとしている。オリーブの三葉は、旧約聖書の中では、平和と繁栄を象徴するものとされている。そこで、関東学院大学ではこの交渉に関して、 一つに結ばれた三つの葉は三位一体のある神を示すとともに教育理想である三育、すなわち地域、特育、体育を表している。と歌っている。学部研究科短期大学かつては同一法人科に関東学院上司短期大学が存在したが2002年度には学生募集を停止し2001年度入学の在学生の卒業とともに廃止された。 旧女子短期大学の定員及びキャンパスは、新たに設置された、人間環境学部に継承された。付属機関研究業績理系特許知的財産権、収入科学研究費補助金令和元年度の、科学研究費補助金の採択件数は59件、配分額は8437万円である。私立大学学術、研究高度化推進事業キャンパスは、 横浜市金沢区に、金沢八景と金沢文庫、小田原市に小田原キャンパスと、神奈川県内に、学部別の3キャンパスを有する。また、2004年には、館内の横浜メディアセンター内に、九宮メディアセンターを設置し、主に放課大学院の講義や、一般公開講座などで使用している。金沢八景キャンパス、金沢八景キャンパス、 金沢八景キャンパスは、大学設置時から存在し、経済学部、理工学部、建築、環境学部が使用する、六浦高地と、救助士短期大学のキャンパスで、人間環境学部、看護学部が使用する、室野気高地の総称である。大学本部や、フォーサイト21、オリーブテクノセンター及びベンネットホールはここにある。2017年より小田原から、 法学部が移転した。グラウンドは2016年3月より、人工芝の製造、販売を行うアストロが、命名権を得て、関東学院アストロフィールドと称される。所在地は、神奈川県横浜市金沢区六歩島一丁目50番1号。金沢文庫キャンパス、金沢文庫キャンパス、金沢文庫キャンパスは1986年に、設置された。 文学部のキャンパスである。設置当初は工学部、経済学部の一般教養科目にも使用されていた。キャンパス内にはラグビー部が練習や公式戦に使用するカマリアグラウンドも併設され、カマリアコーチ通称カマリアキャンパスとも呼ばれる。周辺は1980年代に開発された閑静な住宅街である。所在地は 神奈川県横浜市金沢区鎌リア南三丁目22番1号。小田原キャンパス、小田原キャンパス、小田原キャンパスは1991年4月に設置されたキャンパスである。2017年3月まで法学部が使用した。2017年4月より材料、表面工学研究所が使用する。また、 表面工学専修の大学院生も使用する。相模湾と丹沢を一望できる丘陵地に立地をし、キャンパスの周辺は木々も多いためしきよりよりの自然を感じることができ、観光名所である伊豆半島や箱根などの温泉郷にも近い。2018年に機能性食品研究所開設。所在地は、 神奈川県小田原市をおぎ線ぼ1162番地の2以下のサテライトキャンパスがある。国内今回の協定締結で、両大学で1年間の学生の受け入れ体制を整え、学生の派遣、受け入れを2020年度から実施する。海外オックスフォード大学内の関東学院大学研究センターこの協定をもとに、オックスフォード大学の校内に、 関東学院大学オックスフォード研究センターが設けられた。学校法人関東学院が経営している系列校はそれぞれが独立しており、付属校という扱いではないためここでまとめる。関東学院大学の人物一覧、著名な卒業生参照。ありがとうございます。